毎年毎年2万人以上の自権者が出ているこれ実は今の日本なんです現在の状態は最悪の平和とも言える状態でもし戦争をやっちゃった場合戦死者は出るんですけども戦争という国が起こす事業お仕事が発生するためにほぼ失業者がいなくなるあ,ありがとうございますで今回あのこの講演引き受けたのにはですねまあ 理由があってですね、実はあの、講演ってもう5年以上やってないんですね。依頼は来るんですよ。講演してくださいっていうのが来るんですけど、断ってたんですよね。あの、でも、この自由学園の講演依頼って、僕が受けたことがないタイプの依頼だったんですよ。えー、っとね、この学園のですね、中学3年生の生徒さんから、直にメールもらったんですよ。で、普通学校から講演依頼来るときって、先生から来るんですよ。ほぼ確実に。 大学とかでは違います。大学とかでは、あの、まあまあ、学生さんから講演依頼というのはあるんですけど、それでもね、大学の1年ということはないです。大学の2年か3年から依頼が来るんですけども、中学3年生から直に僕宛にメールで講演依頼が来たの初めてで、で、まだその時はですね、講演受けようと思ってなかったんですよ。さっきも話してました通り、講演ずっと断ってるんですよね。あの、週に1回生配信を90分ぐらいやっているとですね、 週刊漫漫画画連載やってるる家みたいなな気分になるんですね。だからそういう余計な仕事というのはできるだけ受けないようにしてたんですけどもでもなんかちょっと会ってみようかなと思ってすいません東京の吉祥寺まで来てくれますか僕はあの住んでるの吉祥寺なんで,で吉祥寺まで来てくれたんですよねあの,その学生さん4人とここの中学校の学生さん4人と院卒の先生1人が来られてですねそういう学校だったらちょっと講演しても面白いかなと思ったんですけども あとあの、その、今言ったようにですね、一回だけ打ち合わせしたんですよ。視聴まで来てもらって。で、その時です、僕は、その4人の生徒さんに、え、質問、出し,したんですよね。で、この質問っていうのが、多分本人たちも知らないでしょうけど、あれテストだったんですよ。この学校で講演をするかどうかって。僕あの、最初に喫茶店の時に、まだ僕講演受けるかどうか決めてないんだけどって言って話し始めて、 雑談のふりをししてテスト問題を出したんですねでこの答えが面白ければ講演を受けよう面白くなかったらいやちょっとやっぱり僕には向いてないからと思ったんですけどもえー、っとですねまあ申し訳ないけど彼女たちには内緒でテストさせていただきましたえこういう質問をしましたあなたは人口1億人の国の大統領ですの4人の人それぞれ聞いたんですね それぞれが人口1億人の、まあ、日本と同じ規模の国の大統領ですと大陸の真ん中の小さな国でつまり今の日本のように海に囲まれていて他の国からあまり戦争を仕掛けにくい状態じゃない大陸の中の小さな国ってことは国境線が多分隣の国といくつも重なってて割と微妙な状態ですねで資源がなくおまけに最近この30年間あなたの国は景気が悪い なので、えー、失業者も多くですね、えー、町には栄養不足の子どももいるとおまけにこの先の見通しが悪いことで毎年毎年2万人以上の自殺者が出ているあなたの国はこれ実は今の日本なんですよ今の日本人口1億人超えてるんですけども毎年2万人を超える実殺者が出てるんですねでこれはある程度の年数続いた不経費のせいだと言われてるんですけどまあこれ余談です えー、でもう30年近く不景気が続いてるんですけども大統領のあなたや大臣のみんなが一生懸命考えてもどうしていいか分かんない状態ですね。でこれが今の状態戦争はないんですよ。でも言うなれば現在の状態は最悪の平和とも言える状態であの戦争はなくて平和なんだけども国民のうち毎年2万人以上が実 するぐらいの割と先が見えない状況になっている。でさて今隣の国ですねやっぱ同じように小さい国とですね戦争が起こりそうです戦争が起こりそうですでんでかというと国境近くにものすごい価値のある地下資源が見つかったそれは石油かもわかんないしもっとレアなメタルいわゆる半導体とかを作るための もしくはもっと最,最先端のものを作るための絶対なくてはならない物質かも分かんないですよそういうものが見つかったとでそれさえ掘り出せばあっという間に経済問題は解決するというふうに、まあ、経済学者たちは言いますただ隣の国との国境付近なので自分の国が掘っていいかどうか微妙で隣の国と共同開発して掘ろうかみたいなことをしようとしても 実はこの国とは長い間関係があんまり良くないので言い出せない状況なんですね。でその国とは過去500年の間何回も戦争がありました小競り合いそのために国境線がずれるんですね。これねあの今のドイツとフランスとで300年ぐらい前にあった状態なんですよ。えー、ドイツとフランスの国境線近くに行くと何とかブルグとか何とかバーグという街がしょっちゅうあるんですね。でそれはドイツ語語読読みみかかフランス語読みかで1つの街の国籍が 100年前まではドイツ50年前まではフランスというふうにしょっちゅう変わってたよくある話なんですけどもええー、線が少しずつ動いてその度に小さい戦争をして隣の国とこの国境問題を解決してましたまあつまり決着がついたわけですねで今回もこれまでと同じく戦争をしてこのものすごいレアな地下資源をどっちのものにしようかというふうにですね相手の国も考えてるみたいです もし戦争になればどうなるのかですね。最悪の平和の場合、年2万人死ぬって言いました。しかしですね、戦争した場合、最初の1年でおそらく1万人の戦死者が予想されます。軍人たちが提案してきた、こういうふうに戦争すれば勝てるんじゃないですかっていうプレゼンです。年、最初の1年で、 もし戦争が長引いて継続したとしてもあとは戦線を維持するつまり負けないように戦うだけだから年間1,000人ぐらいの戦車で済むぐらいの死者で済むとでこれは戦争なんですけどもこれをこの戦争をすることによってまあ,あの軍人たちのプレゼンによればほぼ80%勝てるっていうんですね微妙なんですよ何もせずに平和をやっていれば 別に国民は誰一人戦争では死なないんですよ。でも不景気だから餓死者も出るし、自殺者が2万人出るような状態ですから、おそらく病気とかですね、その貧乏によって病気になって死ぬ人というのはもっと多いはずです。これの10倍ぐらいいくと思います。で、もし戦争をやっちゃった場合、戦死者は出るんですけども、戦争という国が起こす事業ですね、お仕事が発生するために、ほぼ失業者がいなくなると予想されています。 で戦争は80%勝てるのでその地下資源は自分たちのものになる確率が高いですそうなるとその国はですね自分私たちのまあまあ国は、えー、そこから先まあ多分向こう50年か100年ぐらいは景気が良くなってこんな状態はなくなるんではないかつまりこれは戦争といえどもまだマシな戦争と呼んでもいいんじゃないかというふうに僕は4人に説明しましたで えー、どっちを選びますかって4人に聞いたんですよ。これが僕の実は出したテストです。で、これあの正解ないんですよ。結論から言うと、どっちでもいいんです。ただ、4人がどう答えるか見たかったんですね、えー。4人の学生さん、中学3年のですね、女子3人、男子1人にですね、聞いたんですけども、彼らはどういうふうに答えたでしょうか。ちょうど2対2だったんですよ。面白いことに。僕ね、かなりの確率で、 これを4人ととも選ぶと思ってたんですね。で正直言ってここれを4人ととも選んんだら、講演は受けないででおこうと思ったんですよ。つまりこの人たちは悩まないなと何かある時にそれまでんだろう親から聞いた話とかテレビで聞いた話とかネットの情報とかでも判断があらかじめ決まっていて僕が出した質問で考えたりせずにパッと答え出しちゃうんじゃないかと思ったんですよ。でも、 結果は彼ら4人はですね2対2に分かれたんですよ。2対2。これがで、ね、面白い。つまり僕の言い方って割と口がうまいですから戦争を選びがちなんですよ。戦争を選びがちなんだけども4人のうち2人は最悪の平和の方がまだマシだと言い,いそして2人はですねこの条件が本当に間違いないのならば戦争になるのは仕方がないというう言ったんですね。 おお、この学校レベル高いぞっていうふうに、別に皆さんおだてるわけでも何でもないですけど、思ったんですよ。多分よその学校で聞いたら、こういう結果にはならないと思います。なので、あ、これはあの、講演引き受けよう、ぜひ喋らせてほしいっていうふうにですね、決心しました。で、その時にあのですね、そこのあの、前列の一番こちら側に座ってるメガネの彼がですね、ひどい質問しますねって言ったんですね。僕に、ひどい選択させますねと。こんな、 えげつない心を削るような選択をさせるとは何事かっていうふうに言ったんですけどもまあそうですよね少なくとも中学3年生に決めさせることじゃないんですけどもただこれ決めるのが政治なんですよ。つまり政治家っていうのはこれ決めるのがお仕事で別にあの国会であれこれ話したりするのはあれは本業じゃなくて流れでやってるんでやってですね本当はこういうことをめちゃくちゃしんどいことを決めるのが政治。 なんですね。で、この場にいるですね、460人いると聞きました。中学1年生からですね、2年生、3年生、高1、高2、高3で460人いると聞いたんですけども、460という数はですね、日本のですね、国会議員の総数とほぼ同じなんですね。だいたい同じ。つまり、日本という国は所詮 これぐらいのの人数の国会議員え集まず先週はですねあの自由学園の「最悪の平和とまだましな戦争」という講演あったんですけども投稿フォームだけでですね600件以上のお便りがあってですね投稿フォームだけで200件以上お便りあったんだ YouTube でも600ぐらいのコメントあったんでもう本当にねこれ読むだけでもあの今週終わっちゃったんですよね。 次、ペンネームさん、男性10代ですね。YouTube 無料の方。まだマシな戦争を選びます。単純に死ぬ人数で,人数,で数えているのではなく、どういう人が主に死ぬのかと考えると、平和な時は精神的に弱い人、社会不適合者、戦争のある人、ある時は一定の年齢層の男性がランダムだと思います。そう考えると、自分の生存確率は戦争の方が高い気がするからです,っていうです、ね。 ちょっとあの面白い意見ですね。最悪の平和よりも戦争を選ぶっていうですね、理屈立てなんですよ。つまり、年間2万人が自殺に追い込まれるような最悪な平和っていう場合、 このペンネームさんのような、えー、自分のような心の弱い人間が死に追い込まれる確率が高いって考えるんですねで。しかし戦争ならば生きるか死ぬかっていうのはランダムネスだと。もっと公平なランダムになるだろうと。なので心の弱い人とか社会的豪者は実は生存戦略として戦争を選んだ方がマシだというですね。 意見だったんですよ。まあ、なんか10代にしてはですね、すごい見通してる、面白かったんですけど、まあ、これ正しいかどうか置いといて面白い意見で、あの、自由学園の学生アンケートにもですね、この意見出てこなかったんですね。つまり、このペンネームさんが言ってることを、ちょっと僕流に言い換えるとどうなるものかっていうと、最悪の平和っていうのは、 あの、一見平和だけども、いじめのある学校なんですね。学校の中でみんな仲良くしてるように見えるんだけど、いじめがある学校で、年間何人も、何十人もが登校拒否になっていると。で、まだマシな戦争っていうのはですね、校内暴力とか政党を縛り付ける理不尽な校則が多いんだけども、いじめだけはない学校なんですよ。 というふうに言い換えることが可能かもしれない。つまり、最悪の平和っていうのは、社会不適合者とか、あの、なんだろう、運の悪い人がいじめ殺される世界であり、まだマシな戦争っていうのは、誰もが平等に地獄に突き落とされる可能性のある社会というふうに考えてみると、なんか、この思考実験っていうのはですね、より凄みが増すなというふうに思いました。えー、僕はそういうふうには見えてなかったんですけども、 なんだろうな、世の中生きにくい人にはそういうふうに見えてるのかなっていうのはちょっとね、びっくりしました。なんかあの、今あの制作中の映画でロバート・オッペンハイマー博士のですね、映画があるんですね。あの、オッ,オッペンハイマー博士っていうのはハーバード大学をわずか3年でですね、主席で卒業したですね、まあ超優秀な人、天才なんですよ。あの、人類初の原子爆弾を開発するですね、マンハッタン計画のプロジェクトリーダーやった人でですね、 もう本当に、あのー、人類最高の天才の一人と言ってもいい人ですよね。で、えー、このオッペンハイマーの考えはですね、科学には罪がないんですよ。あ、そうそう、クリストファー・ノーランの新作映画です。今作ってる。科学には罪がないというのがオッペンハイマーの考えだったんですよ。で、その利用者に罪があると、えー。つまり政治家とか軍人とか、科学自体に罪はないのに、それを人殺しの道具にしか使わない のたちに罪があるというふうに思ってたんですね。だから原子爆弾を開発した時も原子爆弾っていうのは戦争の抑止力としてオッペンハイマーが考えたと。 こんな爆弾を作って、その効果を世界に公開すれば、戦争は止まるだろうというふうに考えたからですね。しかしですね、あの、世界初のですね、原子爆弾トリニティをですね、トリニティって名前なんですけど、それを起爆させた瞬間に、オッペンハイマーは変わっちゃったんですね。変わってですね、その顔は硬骨感に溢れてたというふうに、同僚は話してますね。で、硬骨感に、まあまあまあ、なんてすごいものを俺は作ってしまったんだと。で、それはその、 見ていた軍人たちも同じです見ていた軍人たちも正直この原子爆弾というのがどういうものかわかんなくて、でも見た瞬間にみんな取り憑かれたように、この原爆は使わなければならないというふうに動き出したんですね。で、でも実際にですね、オッペンハイマー自身は原爆を日本に投下した後でどんどん意見が変わってきた。まあトリニティ実験の後、その恍骨感に溢れたんだけども、何日かするともう考えが変わってきたと。 えー、科学者は罪を知ったっていうふうにオッペンハイマー言ったんですね。で、その後ですね、生涯オッペンハイマーはですね、えー、核兵器の開発に反対してですねで、自分自身が原爆の父というふうに言われて、原子爆弾をですね、作ってしまったことをずっとこの後悔し続けたんですね。後悔し続けた人。でも、人類最大の天才ですら、この問題には死ぬほど悩まされるわけですね。つまり、自分が作っちゃったものの魔性に取り込まれてしまう。 わけですね、本当は使うつもりがないというか実験だけで終わらせるつもりだったのがあの光を見たらこれを使うことに誰も抵抗できないということを、まあ、オッペンハイムは分かってしまったんでしょうね。なので、えー、やってはいけないことをやったと科学には罪がないというのがずっと持論だった人が、えー、科学者は罪を知ったというふうにですね発言するようになったそうです。おたとおゼミっていうのは、えー、あのね罪残しなんですよ人生の。えー、本来 中学生ぐらいの時に散々考えておくべき問題を僕らは積み残してますよね。なんで男と女は分かり合えないんだろうかとかですね。なんで貧乏人と金持ちがいるんだろうかとかですね。なんで戦争はなくならないんだろうかとか。逆になんで戦争はダメなんだろうか。なんで人殺しちゃダメなんだろうかという。本来中学2年の時に考えておくべき問題をみんないつの間にか忘れてるじゃないですか。それらを考えるというのが僕は岡田と一ゼミの役割の一つだと思うんですけど怖い。<laughs> 保留世代。 金がない。自分が戦わせるのが、戦わされるのが嫌だから。勝てない戦争は悪だから。もう一個一個突,突っ込みのボがみんなそれぞれあるのは分かると思います。もう一回戦略占領したのかゴリャ負けるときつい。出兵したくない。痛い。戦費偉いこっちゃ。うん。自分が徴兵されるのが嫌なんだよ。自分が嫌なことは人にしない。どうでしょうね。アンケートちょっと取ってみましょうか。じゃあ、竹島問題で考えましょう。竹島問題に関して、どこまでやって OK なんですかね。戦争するのも OK。 ですね。竹島問題で正しい日本の言い分っていうのをちゃんとはっきりさせるには1番ですね。戦争も OK だよっていう人。2番。戦争以外だったら何でも OK。もう脅すとかなんか含めて。で、3番。紳士的な態度の範囲内。まあ、さっき言った日本人はよその国の目線っていうのをすごく気にする民族っていうのを僕らはこう心の中にすり込まれてます。はい。結果出ました。おー戦争以外何でも半分なんですけども意外なことに 残りはですね、戦争も OK という人が4分の1います。で、えー、統計学上の話にまたなりますけども、だいたいこういうふうなアンケートっていうのはですね、2000人から4000人超えれば、ほぼ日本国民の考えていることと、そんなにズレはないとうう考えるので、そう,いうことはですね、高賀、竹島程度の問題って言ったら悪いかもわからないですけど、当事者には。本当申し訳ないと思いますけど、高賀、竹島程度の問題でも、 僕らのうちの4分の1は戦争もありなんじゃないか。まあ一応戦争もオッケーにクエスチョンマークついてますから。戦争もありじゃないかって思ってるわけですね。日本人の3割が。残りの、まあんですかね。70%ぐらいは、えー、戦争以外何でもっていう人が、つまりもう、えー、スパイなどの非合法手段などがあろうとも戦争にならないんだったら何でもだし、あ,あとは紳士的な態度ですね。岡田さんは戦争したいの。俺ね、なんか、 基本的には、実はその、戦争反対世代ですから、戦争は絶対にダメというふうに思わされてるんですよね。子供の頃から。で、この思わされてるという心のプロテクトがめんどくさくてしょうがないんですよ。で、なんでそれがダメなのか、実はよくわかんないんで、今日は僕の相談ですから、あのー、なんで僕はそんな風に思わされてるのかっていうのをみんなと一緒に考えてみようと思います。で、それで、じゃあね、次のね、考えたんですけども、 戦争が嫌って僕ら思ってますよね。これはもう間違いないと思うんですよ。戦争が嫌っていうのは。それは自分が死ぬから嫌とか、自分が好きな人を戦争に行かせて殺すのは嫌とか、そんなので殺し合いしても何も生まれないとか、いろんな考え方だと思います。僕自身ももし戦争があったら、二十歳ぐらいの時に考えたの、もし戦争があったら俺一人だけは行かないぞっていうふうに思ってたんですけども。でもね、正直ね、今戦争が始まったら、 うん今の若い人案外行くと思うんですね。その行った後の、えー、帰ってきた時の報酬次第っていうのはあるんですけども、もちろんそれは多分国家がオリンピックとかワールドカップ並みに盛り上げるはずなんです。で、実は戦争に行った人の中で死ぬ人の数がどんなに少ないのかっていう統計的な事実も挙げるかもわかりません。その意味では年間自殺者3万人を出してるというこの異常な国で 一年や二年戦争をやったとしても、それを超えるともうなかなか思えないですね。竹島程度だったら。これも僕の読みは全く甘くて、ひょっとしたら300万人、400万人、3000万人、4000万人の悲劇になるかもわかんないですけども、多分国が宣伝するのは、現在の自殺者比率とか、あとオリンピックのような国家としての盛り上がりっていうふうに言うと思います。で、確かに戦争が始まったら自殺者は激減します。これはもう、えー、これまでのなんだろうな、統計とかでわかってるんですけれども。 で、そうですね、大学入学資格とか、あと、えー、戦争に行ったものだけが国家公務員への応募資格を持つとかですね、いろんなインセンティブの与え方あると思うんですけども、さて、そういう国家が戦争というのをやる気になれば、まるで国がオリンピックっていうのをですね、やろうとしてるかのようにですね、多分盛り上げられたら僕らあんまり逆らえないんじゃないかと思うんです。じゃあ、戦争のそのどこが嫌なんでしょうね。これもアンケートいきます。あの、1がですね、 えー、考えるのも嫌。もうこういう質問すること自体が危険で危ない領域に達してるっていうですね。人ですね。考えるいや、こういう質問をすること自体が堕落だと。2番、罪のない人が死ぬのが嫌。3番、戦争って始めたらやめられない。例えば、ベトナム戦争なんて本当にちょっとしたアメリカの介入から始まって、フランスが逃げちゃって、アメリカは泥沼のような十何年間を過ごして、えらい人も死んでお金もかかって、 結局、核融合もできたかもしれないアメリカの国力というのがベトナム戦争で徹底的に削われたんですよね。そういう始めたらやめられない落としどころがないのが嫌。4番。変な言い方ですけども、戦争なんて勝っても負けても実は支配者が変わるだけだから、その僕らの一番上が韓国人になろうが中国人になろうがアメリカ人になろうが、今のお偉いさん、日本のお偉いさんたちになろうが、実はそんなに変わりないから OK だ。 途中の中間層の、いわゆる年上の、もうこっから先年金もらえるだけの、得してる世代はともかく、俺たちの世代にはもともと何にもねえ。だから、実は OK だけど、俺だけは行きたくないな、とか、俺の仲間とか、俺の家族だけは行かせたくないな、っていう。この4択ですね。なんか4番だけは極端に聞こえるかもわかんないんですけども。どれも当てはまらない。どれも当てはまらない人、は悪いな、なんか嫌の理由なんですけど、戦争、個人の自由、権利なくなる。 いやいや、それだったらアメリカは戦争してるけど別に個人の自由とかなくなってないじゃん。その意味で日本は戦争を放棄して50年ぐらい経つけども日本が最も個人の自由がある国かとそういうわけでは実はないよね。イギリスもフランスもアメリカも戦争してるけどちゃんと個人の自由はあるから。なので戦争があった、あるからといってそんなに僕は変わるとは実は思えないからこの質問っていうのをやってみたいんですけど。ちょっと一回やってみよう。はい出ました。 はい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 。朝日新聞で聞いて言うと、俺朝日新聞に連載してるからさ、<laughs> こういう言い方悪いんだけども、戦争がなぜいけないのか考えるのも嫌だっていう人は6.3%だ。案外多いし、案外少ないよね。で、罪のない人が死ぬのが嫌。これが最大だよね。えー、始めたらやめられないのが嫌。こういうふうに経済的に考えてる人が4分の1ぐらい。残り4分の1は結構すごいよね。 <laughs> 実は OK だけど自分は行きたくないっていうのは <laughs>。じゃあ、こっから先はあのアンケート終わったんで、ちょっとコメントとやりとりしてみましょうか。うんうんうん、どうなんすか戦争なんで嫌なんすかね説明できない嫌さがある。アニメが残れば OK、うんうんうん。まず戦争ができる国にしておきたい。積極的ですね。4は最低だな。うんうん、戦争行くのは出世コストが悪い。 出世コストって言い方が面白いね。<laughs> 核武装せよ。理性的じゃない気がする。一番不経済だから。一番不経済だからっていう人は、経済的だったら戦争してもいいのあの、原発どうするかってあるじゃんすごい似てるよね。原発を0%にするのか15、15%にするのか30、30%にするのかというのの、国民会議みたいなのこの間あって、結果的にはなんか0%っていう人がすごく多かったっていうニュースが流れたんだけども、 それはなんだ。それに対する批判でよくあるのが、原発0%にすることの方が、はるかにコストがかかって、危険度が上がるんだけど、それでもするんですかっていう議論がよくあるんだけども、戦争をした方がコスト安い場合っていうのもあるわけだよね。あるから、よその国は戦争っていうのをやってんで。で、僕ら、徹底的になんかコストかけた戦争に大負けした、いわゆる破産しちゃったからもう一回商売するのが怖くて、二度と自分で会社なんか立ち上げないぞ、みたいなトラウマを植え付けられてる <laughs>、とも言えるんだけどさ。 戦争だとニコニコ動画が見れなくなる。じゃあ、あ戦争は言論や自由が規制されるから嫌で、自由や言論が規制されないような戦争だったらいいのそれは、なんだろうな。アメリカ人が第二次大戦の時に言った理屈なんだよ。日本とかドイツというファシストによって、自由とか言論が奪われつつあると。この世界の中で自由や言論を守るためには戦争しなければいけないっていうふうにアメリカ人は本気で考えたんだ。 だから、スターズ・ターケルっていうピリッツ・アーシュを取ったドキュメンタリー作家が作った本で、良い戦争っていう、グッド・ウォーっていうものすげえタイトルのやつがあるんだけど、それは第二次大戦で戦ったアメリカの兵隊たちのインタビュー集なんだ。すっごい分厚くクて面白い本だから、まだアマゾンとかで売ってるからさ、探して読んでみて。そこでは、アメリカ人が第二次大戦というものをいかに良い戦争だと思ってて、で、だから頑張ったんだ。だ、それは逆に言えば出版当時、 それに比べてベトナム戦争には実は正義はないよなっていう批判の本だったんだけどさ。さて、じゃあ、言論がなくなるからという人は、このままでは、えー、例えば、韓国とかをやりたいようにしてたら、中国とかのやりたいようにしてたら、俺たちは韓国や中国にしまいには制圧されてしまう。で、フジテレビが韓流スターの、韓流スターの批判を流せないように言論自由がなくなってしまう。だから俺たちはニコ生とかを守るために戦争するんだというロジックだった。どうする 本当に。いや、それぐらい言われかねないし、なんかドキッとしない今日はいつもよりおかしいわ。いやいや、これ俺も悩んでる問題だからみんなに結論あるわけじゃないからさ。俺極端なこと言ってみんながどれぐらいなんかこう付き合ってくれるかなと思ってんだけど、だってここで何言っても戦争始まらないわけだからさ。<laughs> <laughs> 戦争で老人が減るじゃんしようよって <laughs>。なるほどな今回の動画はいかがでしたでしょうか ご意見や感想はコメント欄までどしどしお待ちしております。